フロートを装備した DHC-3 オッターでハビランドカナダ DHC-3 オッターはカナダのデハビランドカナダ社が開発した単発エストールレシプロ機。相性のオッターとはカワウソの意である。ターボプロップエンジンに換装された DHC-3 オッターカナダのオンタリオプロビンシャルエアサービス社は DHC-2 ビーバーの導入が高成果をもたらしたことから デハビランドカナダ社に対し同等の性能でペイロードをさらに増やした機体の開発ができれば20機発注したいと通知した。こうして開発が始まった本機は当初キングビーバーという愛称だったが間もなくオッターへと変更され1951年12月12日に初飛行した。基本的な外見はビーバーとほぼ同じだが胴体と主翼を約3メートル伸ばし 重量を50%増やした機体となり、それに伴いエンジンもより強力なものを搭載している。クルー2名の他に折りたため式の座席に乗客9名が搭乗でき、救急機として単価6章を収容することも可能。貨物の搭載用にキャビン床も強化されている。ビーバーと同様、降着装置にはスキーやフロートを装備することが可能である。 1952年12月5日に、形式証明が下り、前述のオーパス社を含む最初の納入先への引き渡しが始まった。主にヘ地での過客輸送機として使用され、評判は非常に高く、オッターのパイロットが街へ出てくるのは年に一度、機体のオーバーホールと自分の髭を剃る時だけである、とさえ言われたという、軍用輸送機としても、 アメリカなど多くの国で導入された。生産は1967年に終了し、生産された466機のうち359機は軍用機として使用されたものだった。ビーバーと異なり本機のターボプロップ型は開発されなかったが、いくつかの会社がターボプロップエンジンへの感想を受け負ったほか、デファビランドカナダ社は本機をターボプロップ創発とした。 DHC-6 ツインオッターを開発している。アメリカ陸軍の U-1A1958 年5月3日に、日東航空が JA3115 機を導入し、ツバメ号として就航した。しかし、ツバメ号は1963年5月1日に、兵庫県三原郡南南町にある譲ルハ山へ墜落したため喪失した。出典 週刊エアクラフトナ、no. ンバーワン601991年 P4 ありがとうございます。